ようこそスターフォースの世界へ。皆さんこんにちは、新龍です。今回もね、皆様に寄せられたコメントを返していこうかなと思います。でまず最初の質問いってみましょう。はい、遅れましたが3巻、おめでとうございますってことでね、ありがとうございます、いいねってことで、はい、これで私の貯金は、まあ、大体50万枚ぐらいかな、50万枚ちょっと今貯金あるような感じになっております。次、お疲れ様です。気象の激しい馬には折り合い名人のスキルを持った気象のセルといいですよ。おお、知らなかったですね。癖馬さばきとかいう馬だったら、あ、なるほど、そういうことですね。気象の激しい馬に関しては折り合い名人をつけるといいですね。で、馬癖さばき、私馬癖さばきの時に気象の荒い馬乗せた時は発動したんですけども、気象の激しい馬はまだ乗せてなかったので、まだ検証の段階なんですよね。なるほど、なので荒いではなく激しい馬には折り合い名人なんですね。おお、これ勉強になります。次、普通に出ますけど笑、レアな映像かと思いました、がっかりです。あ、そうですね、ごめんなさいね。いつかはね、アラブのね人が来てくれるような感じのね動画を撮れたらなと思ってはいるんですけども、まあ金枠もね、うん、今となってはね、皆さんまあ大体サラコメぐらい作れるようになったかなとは思うんですけども、まあ、中には伝説序章を作ってる方もねいらっしゃるんですが、まあ金枠はね、スタホ初心者とかね、まあ初心者抜けて、まあ中堅ぐらい、まあ、中堅のまあその下ですよね、慣れてきた人の出てきた時にまあ金枠が出たらね、おおってなりますけどね。まあレアかレアじゃないかっつったら、まあ初心者と中盤の間、まあ初級勢ですね、スタホに関してはまあまあレアな方なんじゃないかなと思います。結構慣れてきたプレイヤーだとね、もう毎回金出るよって方もいらっしゃるかなと思うんですけどもね、うん、まあいつかね、マッキンキンのねコメントを見れたらねいいかなと思います。まあ虹色がその上にあるはずだとは思うんですけど、うん、はい、いいねってことで、月ワイルドデー溢れる新竜素晴らしい、ありがとうございます。これも金枠の動画ですね。はい、スターフォー4はやらないですわ。そうですね、スターフォース4、まあ、スターフォース4になってからは、まあ、基本的にはね、どのお店もね、メダルの枚数、買う枚数はほとんど統一されてはいるんで、まあ、プレミアカップ、この先やるプレミアカップとかも、まあ、皆さんは足並み揃えてね、戦えるんじゃないかなと思います。スターフォース3の時代の時とかは、10クレとか20クレあったせいで、まあ、なんて言うんでしょうね、お店によってね、馬の強さの差が出てきてしまうってことがあったんですけども、スターフォース4に関してはね、基本的にはどのお店もね、みんな同じ、まあ、スタートラインに立ってはいるんでね、まあ、戦いやすいんじゃないかなと思います。次、素質上がるまでコバでやった方が効率いいですよ。おー、ありがとうございます。3冠狙うなら、オッズ、1倍台、2倍台なら2冠までは簡単に取れます。3冠目はだいたい2着ですけど、うん、そうなんですよね。本当に。いやね、3冠私ね、ポンポンで取れてますけどね、やっぱりツイッターの動画とか、ツイッターのね、コメントとか見てみると、やはりね、取れない方がいらっしゃるんですね。もう、1.1 倍とか 1.2 倍とか叩き出してるのにね、周回賞、菊花賞、勝てないってことだね。本当にあるんでね、本当参加は難しいです。いやもう、運を味方につけないとダメなんですよね、うん。ちょっと待って、今の親父ギャグじゃないですよ。はい。これでもうバットがついちゃいますね、こっちは。もうこれがついちゃいますからね、もう危ない危ない。はい。で確かに素質上がるまではコバでやった方が効率、うん、確かにこの時のは私ね、うん、ずっと3歳でやってたんですけど、今現在、今日が2月11日なんですけども、2月11日の時には今私、まあ、ちょっとネタバレしちゃうとあれなんですけども、まあ3頭主戦馬、3頭、所在馬にしてるんですよ。なので今のところ6頭いるんですけども、6頭全部ね、じゅんぐりやってきたんですが、その3頭3頭を連結させております、途中で。まあ、馬はね、強くなりました。うん。確かに素質上がるまで、まあ、素質と適性があると思うんですね。まあ、素質イコール、まあ、前の番外編の動画ではね、燃料という言い方をしてたんですけども、燃料上がるまでは、コバでやった方が確かに効率的です。1回で食わせられるのは2000枚から3000枚ぐらいかな。UR 株券があれば、まあそれはたくさん食わせられますけども、まあ、スタフォを始めて間もない方だと、おそらく SSR がね、まあ限界なんじゃないかなと思います。SSR だいたい1枚につき1000枚ぐらいなので、まあそれが最初はまあ3000枚
まあ4000枚ぐらいですかね、3000枚から4000枚食わせられて、その次からはね、まあ、ニックスの兼ね合いもあるので、そこが難しいところになるんですけども、まあ初心者中堅勢の間ぐらいになってくれれば、まあだいたい2000枚から3000枚の間には収まってきます。なので、まあ3台配合してサザンが9000枚、まあだいたい1万枚弱馬につぎ込めば、まあ80周、40周配合ですね、残り80周で引退させるっていうやり方もあるんですけども、まあ適当な査定レースね、5000出して引退させればね、まあ査定レース出す理由はまず、適正アップで1倍台にも構いなしに出しちゃいます、私はね。で、何が一番いいかっていうと G3 なんですよ。 G3 だとあのパイナポーが手に入るのでね、あのパイナップルを上げれば勝負根性も上がります。まあもちろん、オープンリセット競争でもいいんですけども、あれだとね、確か、60枚だったかな。で、パイナップルは75枚ぐらいだったとは思うんですけども、75から65かな。とりあえず、普通のリセットと、オープンの買い場よりかは上の買い場のはずです。で、リセット競争が200枚に対して、普通の G3 もね、200枚なんですよ。なので、まあ、G3 数少ないんですけどね、査定レース。まあ、数少ないんですけど、まあ、それをね、うまーく回しながらね、出していったらなと思います。途中 G2 もあったりするんですけども、まあ、出しても G2 までかな。さて G2。うん。ただ、負けちゃうとね、ちょっと、おやおやってなってくるんですけども、まあ、さてレース、オープンリステッド、G3 ぐらいまでだったらね、条件戦後5連勝ぐらいはね、してくれるかなと思うんでね、それで引退していったらね、まあ、いいんじゃないのかなと、私は今のところ思っております。まあ、途中で方向転換もあるかもしれないんですがね。はい、ということで3冠おめでとうございます。ありがとうございます。あ、これですね。はい。あ、そうです。はい。こればっかりは申し訳ございませんでした。はい。皆さん、お気づきかと思いますが、ガドランではなく、カドラン賞です。うん。はい。俺、ぶっちゃけお恥ずかしいですね。このコメント来るまではね、ガドラン賞だと思ってました。なので、コメント来て、あ、これカドラン賞なんだって。まあ、ゲーセンのね、実況がね、ガドラン賞って聞こえるように聞こえてしまった私の耳がね、もうおかしかったんですね。うん。こればっかりは本当に申し訳ないです。お恥ずかしい限りでございます。はい、次。アカウント忘れた場合はやり直した方がいいですか？アカウントか。アカウントね、確かね、ログインするときにね、わかるんですよ。書いておきましょうか。あ、でも一週間前だな。誰も返信してないけども。ログインしたときにわかります。書いておきましょう。ログイン。したときに分かりますよということでね、はい、ログインしたときになんか左下にね、あるんですよ、アカウント番号何桁かのやつね。そのときに、アスタリスクで隠れてるんですけども、確かどっかアスタリスクを消すと か、なんかそんなコメントが、そんなボタンがあったと思うんですよ。そこでね、アカウント番号を知られると分かるはずなんでね、そこから見ていただけたらなと思います。はい、次、新入君素晴らしいということでね、ありがとうございます。次、はい、三冠同士輪を配合すると点おすすめです。いやね、贅沢な配合ですよね、本当に。三冠馬同士の配合なんてね、まあ確かにスターホース3では、ね、三冠同士配合すると夢のみたいな配合ですみたいなこと確かあったと思うんですけども、いつかはやってみたいですね。まあ、そもそも3冠がね、3冠の、プログレッシブルが勝っちゃってるので、なかなか勝てないんですけども。はい、次。あ、これはすごいね、いろんなところからコメントくださってますね。はい、1台目で、7万枚馬ができました。お父さん、アドマイヤオーラ。お母さん、名称ベルガでできました。コメント返信お願いします。両親ともに SSR 株券ですか？どっちも SR 株券です。おー。スターを、ありがとうございます。やってみます。自分は初代で3冠取れました。SSR プラスの血統配合の堅実配合です。なるほどね。うんうんうん。アドマイヤオーラが、確かアドマイヤオーラ名称ベルがどういう平均なのか、ちょっと私ちょっとわかんないんですけども。まあ今回のスターフォース4に関しては、まあ変な話、適性が良かったとしても、運が良ければ全然勝てちゃうんですよね。逆に素質、要は燃料たくさん積んでたとしてもオッズがつかないから負けてしまう。でもたまにポロって勝てたりする時もあるんですよね、素質がいいから。なのでオッズはつかないけどレースにはなんか勝てちゃう馬とかいたりはするんですけども、やっぱりオッズがつかないとね、レースに勝てないです。
逆に適性が素質が少なくて適性がねいいとレースに勝てる時はあるんですけども、負けた時のね燃料消費のダメージが激しいのでね、そこはねちょっとね気をつけていっていき言っていってほしいですね。うん。やばいですね。もう噛んじゃいました。もう10分喋ってますからね。もう後戻りはできませんからね。次。はい。今回は配合がかなり偏ってしまいます。あ、そうなんですよ。で、初代に、ツインターボと、コトインチーフをとりあえずオーネゲーを楽しんでます。あ、そうですね。私もツインターボ持ってるんですが、の普通配合です。あと、オッズ関係なく機種の乗り換わりは勘弁してほしい。あ、そうなんですよね。おそらくなんですよ。確かに、オッズ、こっちの方が一番人気なのに、なんで乗ってくれないのみたいなのあったりするんですけども、なんで乗ってくれなかったんだろう、これ、オッズに起因してんじゃないんだろうなと思ってて、ゆくゆく見て、前走のね、着順見たときに、とにかく、サツキショーとかで私気づいてたんですけども、前走、例えば、弥生賞なしにスプリングステークスの着順が、私3着だったんですよ。川田優雅騎手が乗せるときに。で、2着、1着馬で G2 上がってきた馬の方に、ついたんですよ。川田優雅騎手が。なので、前走の着順に起因してんじゃないのかなと思います。で、もう一個ですね。私これ言うの忘れちゃったんですけどね、前回の番外編のときですね、ジャパンアミューズメントエクスポのときに言い忘れちゃったんですけども、今回、大逃げ、大逃げなので 50%、50%を2つつけた場合は、基本的には 100% になるって言ってましたね。なので、大逃げ、大逃げを、例えば、配合の中に組み込んだら、50%、50% になりました。そしたら、100% 大逃げつくそうです。それプラス、これも言ってなかったな。言ってないこといっぱいあるな。お守りですよね。今回お守り、例えば、オスメス配合合わせたいなーって時に、桃に関しては、1個で大丈夫です。1個で必ず、オスメスは合うそうです。ただ、白ゲーとか栗ゲーとかなってくると、ちょっと変わってくるようなんですけども、オスメス合わせるだけなら、変な話、お守り1個で十分って言ってましたね。十分っていうか、もう1個で必ずその、性別が生まれてくるそうです。これ言ってなかった。やばいですね。これはちょっとまた別の動画に言いましょう。動画の本編でね、言い切れなかった後書きみたいな感じの動画作りたいと思います。はい、ということでありがとうございます。次、一回強い馬を作ったら、高い確率で三冠できますよ。ただ3歳からやると素質上がらないです。あ、そうなんですよね。確かにね。うん。三冠クラシックレースがほとんど賞金が高いレースばっかりで、で、コバだとね、結局、リステッドからスタートされる。まあ、ホバ賞を出せばね、いきなり G2 もう一回かまして G1 ってもあったりするんですけども、うん。なので、まあ、強い馬を作る、まあ、素質馬、素質素材馬、要はメダル溜め込む馬ですよね。を作るんであれば、確かに小馬からの方がいいかなと思います。で、適性を上げるんであれば、まあ、運動会クラシックだったらちょっとやばいんですけどね。あ、ちなみに運動会ね、初心者に分かりやすく言うと、皐月賞とか桜花賞ですね。三冠対象の最初のレースの時に、たくさんプリーヤバが出ることを運動会って私たち、スタッフ用語で言ってるんですけども、まあ、運動会、なんかたくさん出たら勝てないんじゃんって言ったら確かに勝てないことは勝てないんですが、素質に関してみれば、そんなには削られないです。たくさんプリーヤバが出てるとね、逆に一頭だけだと素質負けた時に削られてしまうんですけども、ただ素質は削られない分、レース勝てないと適性はあんまり上がらないのでね、まあ、レース、勝ちに行くんであれば、まあ、コバで、まあ、メダルを貯めつつ、もしくは G2 で回収しつつの方がいいのかな。うん、そればっかり難しいところですね。今回、本当素質を上げるの方が難しいんでね。次、こんばんは。一発配合をやってみたけど、LINE ニックスがあまり良くないので、近日、配信配合かな配合が多いです。これに関してはね、岡林ディレクターさん言ってたんですけども、一発配合、確かに成功してる人は、少なからずいるみたいですね。ただ、まあ、データとして見れば、もう何万っていうデータが残ってるそうなんですけども、その何万のうちの、ほんのね、薄いところをね、取った人がね、一発配合成功してるそうなので、まあ、実際はもうね、1万回に何回成功するんですかね。うん。本当に薄いところって言ってたんで、まあ、1万回やってほんの十数頭しかできないんじゃないですかね。
ちょっと何頭っていうのはね、明確には言ってなかったんですが、なので、一発配合、私もあまりお勧めしないですね。メダルに余裕がある方はどうぞやってみてくださいって感じですかね。はい、次。基本的に10戦を終えればつけて引退すれば素質は上がっていくのでしょうか。ピークを過ぎると、いくら G2 で連勝しても G1 はオッズが悪いままですね。G1 は初戦が重要だと思ってます。今回のスターフォース4に関してみれば、素質って呼ばれるものと適性って呼ばれている2つのパラメータがありますね。まあ、素質っていうのがその馬の、まあ、ざっくり言うと燃料ですね。燃料なんですけども、適性が、まあ、例えるとエンジンですよね。まあ、そのエンジンはいろんなパーツがありまして、まあ、芝パーツ、ダートパーツ、瞬発力、勝負根性とかあったりするんですけども、どっちも大切ってね、言っておられましたね。岡林プロデューサーさんは。なので、まあ、難しいんですよ、本当に。素質を、まあ、基本的に10戦折ればつけて引退すれば、素質は上がっていくのでしょうかっていう質問に関してみれば、素質はおそらく上がらないです。上がらなくはないと思いますね。結局、配合の段階でね、もう一回抽選かけられてる、素質の抽選かけられてるはずなので、ね、確率抽選。まあ、素質というより、まあ、燃料、まあ、燃料イコールメダルですよね。メダルを食べさせるんであれば、まあ、コバ配合をさして、40周ですぐに切り上げて、で、また3000枚近くの配合を、まあ、3回ないしに、週5、6回ぐらい繰り返せればね、まあ、大体2万枚弱の間は作れるんじゃないかなと思うんですよ。その2万枚弱の馬を今自分の軸としてる馬ですよね。軸としてる馬に、まあもちろんニックス20号以上の堅実配合で組み合わせれば、おそらく、配合シーンはスライドすると思うんですよ。その馬のね、配合シーンはスライドすると思うんですけども、レースには勝てると思うんですね。まあ事実私がそうだったので、結局先ほど私6頭を持ってたうちの 3頭をね、途中で連結したって言ったんですけども、連結した時に配合シーンはすごく悪かったんですが、オッズの付きとか、あとレースに勝てるか勝てないかっていうことに関しては、まあ勝てることは勝てたんですけども、オッズはすごい良かったんですよ。なので、まあ、掲示板を結構拾ってくれるので、まあ、またも初心に戻っちゃいますけども、基本的に10戦折れば引退すれば素質上がっていくのでしょうかっていう質問に関しては上がりにくいと思いますよっていうのが答えですね。なので素質を上げていくにはやはり先ほども言った通り素材部を作って連結させるのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、逆に10戦終えれば引退ということに関して適性の方は上がってきますからね。適性はすごく上がると思うので、この件に関してみれば素質は上がっていくのでしょうかは、やや上がる。まあ、普通に使ってればですね。使いすぎちゃったらダメですけども。まあ、適性は上がっていくっていうことに関しては適性は上がると思うのでね。このまま続けていっていいんじゃないのかなと思います。で、その下、ピークを過ぎると、いくら G2 で連勝しても G1 ではオッズが悪いままですね。そうなんですよ。なので、結局8戦、9戦、10戦目ぐらいになってくると、まあ、結局素質切れを起こして、まあ、要は燃料切れですよね。燃料切れを起こして、結局、適性は良くて、オッズも結局、まあ、過去5戦のやつもね、比例して、オッズがつくので、まあ、オッズは悪く、失礼。悪くなるはずですね。うん。いや、ほんとくしゃみ申し訳ないです。はい。で、G1 は初戦が重要だと思ってます。私、このことに関してみれば、まあ、例えば、そうですね。G2 2回かませて、もしくはリステッドかまして G1 で3歳いつも向かわせてはいるんですけども、5戦前後ぐらい、まあ5、できれば5戦目か4戦目ぐらいの時に G1 勝たして掲示板拾えるような馬であれば、まあいいんじゃないのかなと思いますね。はい。じゃあ次の質問行ってみましょう。トスタフォー3から見てました。ありがとうございます。4になっても応援してますってことでありがとうございます。本当に。見てくださってありがとうございます。もう200、今何話だ？今ね、282話まで行ったんだね。すごいな。うん。はい、次。まくりの方が初心者にもいいね。あ、そうですよね。まくりは今、ゴールドシップで出るんですけども、ゴールドシップ今、ガッチャーどうだったかな？うん。なので、私が使っているツインターボに関してみれば、ツインターボおそらくね、なんかの G1？ 初心者最初のガッチャは、ツインターボなかったんですよ。アミューズメントエキスポの時にたまたまそれが見ることができて、
で、初心者充電の中にはツインターボ入っていませんでした。なので結果、じゃどこで拾ったかっていうと、おそらく何かしらの G1 勝った時にツインターボがね、たまたま出てきたんじゃないのかなとは思うんですよ。まあ、結構な薄い確率を私引いたんでしょうかね。まあ、それはそれで動画的にすごい面白いですね。大逃げをね、この段階、まだ公式ではね、一応実装はされてはいるけども、今お金を使ってね、買いに行けるってことができないのでね、ゴールドシップみたいに。なので、まあ、お金がある方はね、ゴールドシップ頑張ってね、抽選、まあ、拾ってって、あれも高いですけどね、ガチャも。まあ、ガチャ高いなりにもね、効果はすごいあると思います。本当に。あれを1枚R 株券だけでもいいと思いますよ、本当に。R 株券だけでも、課金のね、スターホースカードと呼ばれているものを配合させると、馬の能力がドンって上がるんでね。なので、まくりに関してはまくりは、気持ちいいです。あ、気持ちいいっていうか、私まだまくり出てないんですけども、まくり使ってるレースのプレイヤー部を見ると気持ちいいなと思いますね。もう何回かチャレンジしてるんですけどね、まくりの抽選。なかなか通らないんですよね。大逃げは通るんですけど。次。新竜くん、まさにプラレスだぜってことで、大逃げはやはり上級者向けってことでね。いや、大逃げね、レースほんと勝てないんですよ。ただね、途中どっかのコメントがあったかなと思うんですけども、単独出走してるときはね、強いんですよね。ちゃんと掲示板取れるんですよ。あ、これか。プレイヤーバがいなければ大逃げ強いですよってことでね。そうなんですよ。そうなんです。本当に。プレイヤーバいなければ強いんですよ。なんでかな？次。今日、生産シーンの時にクラッシュしたので、怪物爆弾かと思ったら足逃げみたいなやつでした。パリーンってやつですね。怪物誕生の、怪物爆弾は確かね、まあ、スターホース3の時ですけども、パシャーンって消えるはずなんですよね。ただ今回スターフォース4はパションって消えるのかどうかはわからないんですけども、パションって消えてね、ビヨリョリリリみたいなね、なったりするんですけども、まあ、今回のスターフォース4、それあったら面白いですよね。いやもう、怪物爆弾が出た時は本当面白かったですよ。横のね、サテライトの横の要は発送ランプとか光る場所、スピードメーターとか光る場所がね、ずっと二次状態なんですよ。もう注目の的ですね。次。はじめまして、いきなりの質問で失礼いたします。あ、これごめんね、返信してませんね。3日前なんですけど、今返信しますよ。特殊客室は今回どのように入手するでしょうか？あーね、オッケーオッケー。まあ、質問って書いてあるんでね、これをには返信してあげましょう。返信ってことで。ツインターボね、まず、ターボは、おそらく、G1 のホウ中で、ゴールドシップか。ゴールドシップはガチャですということでね。はい、返信しました。はい。ツインターボは、おそらく G1 の報酬で、ゴールドシップはガチャだと思われますね。ツインターボ、もうそれしか考えられないですよね。次。大逃げ作り、確率 80% の、3度失敗しました。受給者はサッカーボーイだらけ。いやね、私確かに、1個前なの、2生産前配合してるね、50% ぐらいなのかな。いつもまくり失敗してるんですけども、80% って確か、1台配合のはずなんですよね。1台目に持ってったら確か 80% だったかな ?70 だったかな ?80、まあ、80って言うなら80だと思うんですけども。いや、ほんとね、引けないときは引けないんですよね。ほんとに。残り 20% は引きますからね。ただここで、大逃げの確率 80% 失敗しましたってなってますけども、80% を2つ作れば、まあ、逆に言うと、メス針今、いませんけど、あ、いなくはないか。自家生産場配合すれば、大逃げがもらえて、さらにその大逃げを、持ってくればね、ツインターボを押せに持ってくれば、80、80を超えて、100% 配合になるのでね。なので、80% 抽選、20% 外れました。で、もう1個 80% かかるから、抽選 20% 外れました。でもなくて、80たす80で 160% になって、100% 超えるから、大逃げは必ず生まれるそうですね。って言っておられましたね。次。レース直前の勝負会は開けてる人少ないのですが、開けない方がいいですかね。このことに関してみるとね、私、レース直前の勝負会は開けてます。
ただ上げてるんですが、今回まず一番大切なのは距離適正ですね。距離適正がまず合ってないとオッズが悪くなるのと、それの次にベスト体重のプラスマイナス10に合わせなきゃいけないんですけども、結局あそこ相馬眼で上げない、開けないとベスト体重わからないんですよ。まあ、ベスト体重よりも距離適正が一番大事なのでね、距離適正を開けて、またさらにね、馬体重まで開けるかっていうとね、あんまり開けないですね。うん。生まれてから、マイナス8キロ、生まれた直後の馬体重のマイナス8キロをすれば、基本的には馬体重は合うはずです。なので、そこの馬体重プラスマイナス4以内に収めれば、おそらくベスト体重レース出れるんですが、馬って大人になりつれで、どんどん馬体重上がっていくんですよ。上がっていく子は、もう20キロぐらい上がって、まあ、大体は、そうですね、80周、まあ、5000、6000ぐらい走らせる頃にはね、ベスト体重のプラス10キロぐらい、最初のマイナス8した状態の時のプラス10なんで、まあ、プラス10キロぐらいになってるんじゃないのかなとは思うんですよ。そこはね、ほんと難しくて、まあ、わかりやすく言うと、おかわりチャンスですよね。おかわりチャンスが出るときって、プラスマイナス10以内でおかわりチャンスが出るんですよ。なので、おかわりチャンスが出たときは、一旦、右下の、適正の場所、馬メモで自分でいじって、その馬体重に合わせるのがいいんじゃないのかなと思います。まあ、序盤の段階で出てるようなのであればいいんですけども、まあ、例えば、450キロだとしましょうか。生まれてから、まあ、458キロで、まあ、マイナス8にして、まあ、450キロがね、そのままのベスト体重だと思うんですが、育てていくにつれて、例えば456ぐらいの時に、おかわりチャンスが出たら、まあ、456に合わせるのがいいんじゃないのかなとは思うんですが、まあ、逆に言うと448とか446でおかわりチャンスが出たら、まだ450のままがいいと思います。そのうち馬体重上がっていくはずなんでね。なので、おかわりチャンスが出たら、プラスマイナス10で、その馬の適正体重ですよ、っていう一つのね、まあ、目安になるのでね。皆さん、その馬体重に合わせてね、レース出していきたい、いったらいいんじゃないのかなと思います。で、まあもう馬体重合わせなくても大丈夫だぜ、っていうんであれば、もう勝負会話開けていいと思います。ここでね、勝負会話。もう馬体重も完璧だし、もう、これでいけると思ったら、勝負会話開けてね。まあ、芝レースだったら芝のやつ上げるのが無駄なんじゃないですかね。まあ、あとは、そうですよね。まあ、距離適正合わない馬に出すときに、まあ、ちょこっとね、例えば200メートル合いませんでしたって言ったら200メートル、ね、微調整して勝負回復上げるのもね、一つの手かなと思います。はい、次。SSR パートナーつけてなんぼのゲームです。そうなんですよね。今回、調教パートナーつけると確かに強くなるとは言ってはいるものの、まあ、やっぱり調教パートナー配合に回すのがね、私いいんじゃないのって思ったりするんですけども、まあ、調教パートナーだとね、まあ、つけてもいいんですけども、なんて言うんだろうな、調教するときに、その、調教したい調教のとこにその馬がいなければ結局意味がないので、ちょっと難しいところになってくるんですがね。はい。次。新竜君、コア、フリル、新竜君、素晴らしいことでね、ごめんなさいね。もうね、最近この動画、もうね、動画のタイトルを何にしようかって迷ってね、結局32投目、神一つで飛ばれて書いたんですけども、こういうね、結局何にもね、見せ場のないまま今度から飛ばしていきたいなと思っていきますね。うん。はい、次。スタホやる人たちって本物やらないのかな？そうですね、まあ、本物もやってる方ももちろんいると思いますよ。私、結局、スターフォース本もやっといて、プラス一口話っていうのもやってますからね。うん。一口話いいですよ、本当に。私入ってるのはキャロットクラブなんですけども、キャロットクラブはね、まあいい、まあご存知の通りね、リスグラシューとかね、レイデロードとか言ったりするんですけども、残念ながらアーモンドアイはね、シルクホースクラブって言って、まあキャロットとシルクよく比べられることが多いんですけども、まあシルクはね、エンドはアーモンドアイでございますね。最近、伸びのある場所でございます。まあそっちもね、そっちの方が入りやすいと思います。どちらかというと、私シルクは入ってないんですけども、キャロットクラブは、成績はすごくいいんですけども、すこぼるいいんですが、会員数が本当に多すぎてね、うまい1等も取れないんですよ、本当に。私、去年の抽選では2等を取ることできたんですよ。ただ、一昨年抽選失敗してるんですよね、本当に。
結局第一希望の間取れなくて、で 1.5 募集の時も取れなくて、で結局、まあ、第二募集に入ってくると自分の推しメンの馬はねもうほぼいなくなってくるので、いやね、うん、ほんとキャロットクラブは確かにいい馬は揃ってるけど、自分の欲しい馬を取るためにはまず、まあちょっとこういう言い方したらね馬には失礼かなとは思うんですけども、まあ人気のない馬でもね、その人気のない馬ですら今取ること難しいんですよ。去年なんてすぐ売り切れちゃいましたからね。なので新規会員さんはほんと取れないです。なのでキャロットクラブもちろんすっごくいいんですけども、会員数が莫大に多いせいで本当に馬取れないです。ただ馬はいいです。いやね、うん、一回入ってみれば分かると思うんですけどね。まあお金がある方はね、サンデーサラブレッドクラブとか、車代レースホース、あとは、G1 サラブレッドクラブ。車代レースホースは本当に馬主の人たちなのかな。で、サンデーサラブレッドクラブと G1 レースホースは40口で分かれてね、あれはもうお金持ちのクラブでございますね。うん。ツアーとか行くと美味しいご飯が出てきます。私、アブカメ、ツイッターのこと見てるんですけども、プラスそっちの方には入ってませんからね。うん、とってもね、お金がかかる場所であるので。ちょっと話脱線しちゃったんですけども、スタッフをやらせて本物やらないのかなってことで、まあ、私は本物やっておりますっていうことですね。次、その下の返信ですね。スタッフと競馬はまだ、なるほどね、別なんです。ちょっとね、ここは YouTube、私ちょっと発言やめておきましょうね。うん。まあ、目で見てください。目の保養にしてください。はい、好きな方は。次。育成メインだと10万枚で何日くらい持つ？私、スターフォース4、結局12月、何日から始まったのかな？20何日から始まったとは思うんですけども、そっからやってて、メダル、今のところ、メダルに関して見れば、1万円使ったかな？それぐらいだと思うんですよ。まあ、少なくても2万円は使ってないです。1万5000円も使ってないです。メダルに関して見れば。なので、どのくらい持つって関して見ると、まだスーパー持っておりますってことですね。ただですよ。まず馬券やらないことが条件で、プラス、三冠をこまめに取りに行ける状況じゃないと、黒字化は難しいです。今のところ私、黒字でございますからね。なので馬券やらなければ黒字になります。黒字になるって言ったらちょっと大げさかな。結局、そのメダル買わない分ガチャに回してるんで、結局トントンになっちゃうんですがね。まあ、ちなみに、ガチャはお店と、セガ側で、マジックストーンを使った時点で、半々に分けられるそうです。なので、例えばインターネットの方で、なんかに、まとめ買いの魔鉱石買ったとしても、お店の方のね、筐体の方で、魔鉱石買ったとしても、まあ、一旦は、きっと、まあ、セガが預かってるとは思うんですよ。ただ、その、お金は使われないですね。使われないで。ただ、使うことによって、お店に、まあ、例えば、まあ、1000マジックストーン使ったら500マジックストーンね、お店に降りてくるような感じになるって言ってましたね。次、私返信してます。もういいです。もうね、さっきのね、ガドラン小事件がありますからね、2枚腹、いや、2の足でございます。はい、すいません。ごめんなさい。あ、自分でこれつけるのあれかな。うん。次、瞬発力より勝負根性ですか？巻き場を取れれば勝負根性上がりますかね？うん。本当にね、ディレクターさん言ってました。今回のスターフォース4は、まあ、全部上げることももちろん大切です。全部上げることももちろん大切なんですが、瞬発力、まあ、どれを上げるかっていうんであれば、勝負根性をね、上げるのがね、一番いいんじゃないかなって言ってましたね。ただ、勝負根性は本当に上げづらいです。まあ、手に入るのは、コール104の、トランプの報酬のマティーニとかね、ウイスキーとか、あれ確か勝負根性上がったはずです。あとは、ハロンをね、使うと手に入る、餌ですよね。は、結構上がるって言ってたので、今回ね、みんなハロン舐めてるでしょって思ってるんですよ。私がね、思ってたんですけども、逆にディレクターさんが言うには、いや、ハロン結構使うよって言ってたんですね。ハロン結構めちゃくちゃ大事だよって、言ってました、ポリルさんが。むしろなんでみんなハロン使わないのって言って。逆にハロンで出てくる会話が今回キーだからって、みたいなこと言ってたので、まあもちろん勝負根性がそれで上がるってことなんですけども、その会話でしか、その会話と、あとレースの、成績会話、要は一着になった時にしか、勝負根性は上がら、まあ他の調教も上がるは上がるんですよね、ビビってるものは。ただ、その矢印、赤3つですよね。
の上昇マークをつけるんであれば、まあそのハロン使った会話がね一番いいんじゃないのって言ってましたね。ただまあマスターズのところもねハロンね少なからず手に入るんですが、まあ、今回本当にハロンが大切って言ってましたね。確かにあのクエストポイントとか見るとハロン交換するだけなんでこんなクエストポイント使うのって、もうだったらあのトレセンポイントに回した方がいいよみたいな思ったりはするんですけども、まあこれでね結局納得がいきましたね。勝負根性がやっぱりキーになるかなってことでハロンの価値は高いということですね。なので皆さん結局まあどの適性も上げることももちろん大事なんですけども、強いて上げるんであれば勝負根性をね、上げていったらいいんじゃないのって私は思います。はい、ということで次エヴァンガーヒーでも素晴らしいということでね、あ私今これ2月11日撮ってて、このマキバーの動画、ジャパンアミューズメントエキスポの動画は今回の4時5時ぐらいに出したのかな、編集間に合わなくてに出したんですがね、ありがとうございます。配合が成功って何人でわかるの、あーこれ配合どこかな、どこで配合成功って私言ったんでしょう、もう3、40分ぐらいくっちゃくちゃ言ってたからね、ちょっとわからないって言ったの本心なんですけども、ごめん、またねちょっと申し訳ないです、これどこかって返信くれたらなと思うんですけども、まあ配合が成功って何でわかるの、まあ確かに近日配合でいけばほぼほぼ成功するはずです。あ、まあ成功っていう方もおかしいんですけどね、確かに。なのでまあ素質とかね適戦とかの兼ね合いもあるんですが、近日配合であればまあそこまでねあのその馬の能力を落とすことなく、まあスライドないしに、まあ、ちょこっと下がるだけで済むんじゃないのって意味の成功の意味で私言ったかなとは思うんですけども、ね、ごめんなさい、ちょっとね何分のどの箇所って言ってくださると分かるんですが本当に申し訳ないです。次、質問です。ゴールドプログレッシブは何の参観でもらえますか。申し訳ないですね。私の動画詳細欄の方にも載せてはいるんですけども、このことに関してみれば、皐月賞を、日本ダービー、言い換えると東京優秀ですよね。と、あと最後、菊花賞を勝てばね、ゴールドプログレッシブが出てまいります。ただ、本当に勝てないんですよね。で、その他の、シルバープログレッシブのことに関してみれば、まあ、コバ三冠って言われている、大阪杯天皇賞宝宝塚記念を、こっちに関しては、同一年度で勝たなきゃいけないので、なので、まあ、基本的には、その出してるレースで連続で勝たなきゃ意味ないです。ただ、ゴールドプログレッシブの方の、サツキダービー、菊花賞、あと、シルバーのもう一つ、牝馬バージョンですよね。大花賞、オークス、あとは、まあ、オークスって言い換えると優秀牝馬なんですけども、と、あと最後、秋華賞を勝てば、こっちのことに関して言えば、後日チャレンジしても大丈夫です。ただ後日チャレンジして大丈夫なんですけども、まあ、なので、3冠リーチ、まあ、2冠まで行ったら、ある程度溜まったらね、向かわせるっていうのも一つの手なんですが、まあ、馬房が埋まっちゃうっていうのがね、一番の難点ですかね。で最後、もう一個のシルバープログレッシブルは、天皇賞秋ジャパンカップ有馬記念です。じゃあ、どっちがいいのっていうと、私はね、春バージョンの方をお勧めしますね。大阪杯天皇賞春宝塚記念。こっちの方がね、メダルの総賞金が少ないのでね、オッズはつきやすいんじゃないのかなと思います。はい。質問ですって書いてるので、ここに書いておきましょう。皐月賞と、日本、ダービー、ジャパンダートダービーじゃないですからね。ダービーと、菊花賞。あれ。ちょっと私、片手で打ってるんでね、ちょっとね、打つの遅くて申し訳ないです。菊花賞ですと、はい、これで送信していきましょう。はい、次、気づいたけど今回の SS と怪物女王の素質判定って実は、3と同じに設定されている。国内海外では分かりづらいけど、スーパーワールドブリーダーズカップだとSS下で4倍台、SS 中や SS 上だと3倍台になるはず。現状だと4倍前半が出た馬がいたけど、これはまだ SS の下、オカピーの言う SS 中上は、この 4倍台前半クラス同士を配合されると、そういうことですね。なので、今回
まだ SS の要は中以上の馬、まあ、こう皆さんの言葉を借りるんであれば SS 中と呼ばれているようなね設定値を超えている馬、今のところまだね生まれてないってことなのでね、まあ、SS 上ですよね。 SS をねそもそものね上中下に分けるかっていうのもね難点あるんですけども、まあ、お話聞いていく限り SS は今回幅広く設定されてるみたいですね。スターフォース3だと、まあ、S 下 S 中、まあ、S の上みたいなこと言ってはいたんですけども、あとは S コメ、 S コメでねまた分類違うんですが、ちょっとここ初心者ですごくややこしいんですが、あの S コメは本当下から3番目のね、筐体になります。その次に、まあ、伝説受賞コメ、世界コメとかあったりして、まあ、そこからだいたい B-B プラスぐらいの段階が確か S コメぐらいの馬なのかな、スターフォース3の段階ではね。で、まあ、まあ、一番上が SS だと仮定して、SS の下が S だったんですけども、あの、スターフォース3換算だと、まあ、SS イコール、まあ、有頂天だよって、みたいなね、ことあったんですが、今回、そのさらに SS の段階では、幅広く設定されているようで、結局、SS 上の頂点はまず一人もおらず、それおろか、SS 中の段階ですら、今、未だにね、いないって言ってたんで、ただ、SS 下の上ぐらいはね、いるんじゃないのって思うんですが、ただ今回に関して SS が幅広いって言ってたのでね、確かに今回の SS 中上はこの4倍台クラスの馬をね配合しなければいけないっていうね、ほんと壁、もう夢のまた夢ですよね。本当にこんな馬が出てきたらね、プレミアカップとか無双できそうですけどね。うん、はい、ということでね、私今回ちょっとね質問動画結構放置しすぎてたんでね、41分も喋りましたが、ということで、まあ、今回ね、全部の質問ね、返していきました。こんな感じでね、まあ、質問さえしてくれればね、私はね、全部のコメントに基本的にはね、返していこうかなと思います。まあ、こっちにスパムの可能性ありって、スパムの方に振られちゃったら申し訳ないんですけども。はい、ということで、今回の動画はここまででございます。この動画がね、面白いかなと思ったらね、高評価や、そしてチャンネル登録お願いします。では、今回もご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているのでぜひご視聴ください。